ったな。すげえよ。やばい。やべえよな。こんな並ぶんだ。その台数今日多くないのよこの。え？もうじゃあ無理じゃないですか。なのにこれ多分4000人くらいいるぞ。やばい。やっぱ私に集まってきたのか。当たり前だよお前。ふざけんな。やりすぎだよお前。中国のほらツイッターのやつなんだっけ名前。え、あ、ウェイボー？それやってんだろお前。それでやったんだろ今日。お前告知したんだろお前そこで。やっちゃった。ふざけんなお前。ごめん中国に。お前何人だっけ。ね、もうすぐ300万。300万フォロワーっすか。いや、お前やめろやめろ。それは来るわ。さあこれ勝負、運命の抽選ですよ。え、怖い。ち、いきます。私は攻め。じゃね、この格差すげえな。300じゃいかないぐらいあって、うん、畑さん何番ですか。じゃーん、20で、俺が229。なんでそれ。やば、はらんすね。やっぱこういうので決まっちゃうんですよ。あら、日頃の行いが。これにします。初めて打つ。魚拓さんどこだろう。おはようございます。あ、来た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 。どこ。やだ、迎えに来たよ。どこ。あそこ。どれ打つんですか。これ。暴れん坊将軍。暴れん坊将軍。でもできれば俺こっちがいいな。まあいいや。まあいいや。暴れん坊将軍でいいよ。さあ始まりました。セクシーハンターのお時間でございます。世界で最も鋭い眼光を持つハンター、きたー。私がセクシーハンター、ゲストはこの方でございます。やっほー、ハタちゃんことハタのゆいだよ。はい。待ってた。いや、一番望まざるゲストですね。一発かましましたからね、さっき並んだ時に。そう。何でしたっけ、中国の中国版のツイッター、そう、ウェイボー。はいはい。それがフォロワーが300万人。あのちょっと俺がこう生意気なく聞くと、あんたすぐ言うじゃないですか。そこにあげるよって言うじゃないですか。俺もう多分それやられた時点で俺やりますから。やばいやばい。これ分かってます。セクシーハンターですから。俺がさまざまな勝負を仕掛けます。はい、ゲストの畑野さんに。はい。で、私が勝った場合にはセクシーをハントする。それがセクシーハンターですか。なるほどなるほど、はい、私のセクシーをハントする。そうですそうですそうです。もうすでにセクシーですよね。いや、もうこれ風が強くてスカートがワンバンになってるのに、これ店番履いてるのかなと思いきや中はパンチュ。今日は何色でしょうか。今日はグリーン。グリーンのティーバッグ。あ、グリーンのティーバッグを履いていると。もう今にも見えそうになっておりましたが。あ、危ない。そちらを私、そちらをって別にグリーンのティーバッグをもらうわけじゃないですけど。え、でも私が勝ってたらもうだって。そうなんですよ。無理じゃん。なんで俺は勝たなきゃいけないんですよ。ただすこぶる戦績は悪いんで。あなたの対戦は。いける。いや、頑張ります。そのだから頑張るために同じくやめました、うん、何取りましたっけ。え、何機種は何でしたっけ。ユニコーン、ガンダム。そうですね、今話題のガンダムユニコーン、はい、で同じユニコーンやめました。俺隣の暴れん坊将軍です。相手です。相手の暴れん坊将軍です。同じ機種多分立ち打ちできないんで。あ、はい、機種変えてみました。でもね、魚拓さんの暴れん坊将軍もね、暴れん坊将軍だから。そうです、そうですよ。もうブルーンっていきますから。さあ、ガンダムユニコーン VS 暴れん坊将軍。はい、早速、はい、行ってみましょう。行きましょう。やっぱ俺ユニコーンにしたわ。ちょっと暴れん坊将軍じゃ間に合わないかなと思って。大丈夫ですか。いやいや、もう自信はないけど、うん、同じ機種にしたわ。なんか無理しないでください。いや、もう俺打ち始めてるから。早い早い早い。ずるいずるい。もう打っていいの。いいよ、打って。さあ、赤い数字が、赤い水星のサイラーコナー。これあれなんだよね、初打ちなんでよくわかんないんだよ。一番いいのは
3000フィーバー大当たり、要はそれだけで多分当たり2回もらえるんだね。あ、すごい。で、それが赤が揃うと、はい、ラッシュと進入が確定します。楽しそう。でその2つ合わせて 60%。なんだなんだなんだ、なんか魚拓さんのやつめちゃめちゃうるさいですね。うるさいなんで演出が来てるだけだろうよ。なんか私のやつ全然。あ、緑ホリーに変わりました。まあ三強の緑ホリーはなあ、あまりこっから赤に変わんないと。まあとりあえずさ、いずれに来ました。緑、はい、うん、もう一回来るよな、もう一回来るよな、はい、あら、これは一緒かな。紫じゃん、紫、緑より1個上で。ああ、おい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 、勘弁勘弁してくれ、勘弁してくれおい。でどん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 上がってくんだよ。はい、紫が来るよ。あ、まだ来る、まだ来る。すごい、なんかすごそう。おい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 、出撃。あれ、なんか2人とも、あれ、なんかいきなり、いや両方、いやお互いで、お互いで。さあ、俺ユニコーンアタック、ユニコーンアタックやりに来ました。ライズを増やして、お当たりを掴めて。ライズを増やせってあんま、どういうこと？あんま良くねえぞ、これ。あ、4ライン。おう、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 おう。いや、そっちは絶対熱い、そっちは絶対熱いよ。頑張って。頑張って。4ラインのリーチで、あ、ダメだ、案の定。あ、ダメでした。ダメ、俺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 ダメ。いや絶対そっち、やべやべやべ、おい、いや、やめろ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 、いや、マジやめて。早いって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 。知ってるよ、プライベートが充実しないのは分かるけど、分かるけど、男ひねりの日々が続いてるのは分かるけど、でも、でもいや、その分パチンコで来られても困るんだよ。いやいや、こういうとこで、いやいい、いやいや、こういうとこでやっぱいい運を使わないと。いや、ちょっと分からんな。いけ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 。あー、ダメだー、ダメだった。まあ人生そんな甘くないですからね。ユニコーンフリーズ強敗系予告、赤い彗星の再来ゾーン、ガンダムインコン予告、可能性の獣つめ、その辺りが熱いみたいですね。さっき俺は来たよね、赤い彗星の再来ゾーン。フィギュアの時は勝ったんですか？俺勝ったよ。あ、勝ったんだ。完勝。ただ、うん、珍しく大月がむちゃくちゃ当ててて、うん、あ、その前の初回のナルセもすげえ当ててて、やばい。いや、この番組は本当すげえんだよ、今のとこ。どうしよう、当たんなかったの。実績と信頼の旗のじゃないですか。いや、今まで当たってないの見たことないよ。なんか、いやでもね、ここ数年不幸ばっかですからね。いやだからその分がパチンコに跳ね返ってくるわけでしょって思いたい。旗のは大月と同期みたいな感じ。何ですか？同期、3人と同期。3人とも同期だ。そう、うわ、厄介な3人だねこれ。今ね、ニュータイムっていうのがあるのよ、パチンコ。え、何ですか？その天井みたいな。あ、例えば隣の暴れん坊将軍、俺の弟として暴れん坊将軍だと、957回ハマるとニュータイムって言って、うん、まあその機種は違うんだけど、例えばラッシュのまま突入したり、時短がついてきたりっていうのがあるの。だけど、あ、今そんな感じなんですか。そう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 。すごい。だからある程度まで行ったら、いや、むしろあのこのまま当たらないでニュータイムに行ってっていう機種があるんだけど、ガンダムだけは言うたら搭載されるんで、自力で当てるしかない。まあでもそんなね、いらねえよな、そんなとこまで回さなくても当たりますから。いらない、いらない、いらない、いらないです。私たちにはいらない。俺はいるんだけど、まあ、旗にはいらないね。私にはいらない。
あれ、なんか今扉変わったな。中があった。あ、継続に。さあ、俺の時よりは確実に熱いっすね。青だ。でもここから変わるから。え、変わって、これ。お、緑だ。緑だともうちょっと足りない。さあもっともっと、そう、もうちょっと上がってくれないとなかなか当たりには結びつかなそうな。あ、いけ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 、おいおいおい、もう一個、もう一個、多分その上が赤なんですよ。もっとまだ変わるタイミングがあると思うんで、変わって。さあ、天才は4。こいつには乗りたくなかった。あー、微妙。微妙っていうか、できそうなタイプじゃねえかよ。あ、そうじゃないの。タイプじゃない、タイプじゃない。着地を成功。あー、ダメだ。いやー、そんな甘くない。え、どういう感じがタイプ。ね、黒髪で、はい、ちょっと清楚な感じで。ヨン様みたいな。あ、ヨン様はちょっとね、違うんですよ。でも大体ガンダム、あの、私ガンダムシードとかしか見てないんですけど、大体主人公って最初弱いじゃないですか。はい、なんか強くなった時の主人公が好き。なるほど、うん、どんどん成長してってね。そう、パタのでもそういうアニメ系好きだよね。アニメ大好きです。俺やっぱグラップラーバキっすね。あ、バキ人気ですよね。バキは面白いですね。ネットフリックスじゃん。うんうんうん。だから1ヶ月無料体験があったから、うん、入って急いでバキ全部見てすぐ大会しました。金持ってるくせに。金持ってるくせに。なんでネットフリックスかわいそうじゃん。金めっちゃ持ってんのに。金めっちゃ持ってるって、おい何言ってんだよ。おい、300万人ふざけんだよ。いやいや、300万フォローがいようが金はないですから。畑野さんに入ってくるかどうかは別として、うん、なんかさっきすごい話聞いたじゃないですか。うん、何でしたっけ。お金取られたとか。違う、馬鹿、そうじゃねえ。それじゃねえ、取られたんじゃねえよ、ほら、あの、違う、なんだっけ、ESP、 あ、NFT ね、NFT、 デジタルの資産ですよね。あ、そう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 、はい、仮想通貨の、まあ、資産。仮想通貨じゃねえ、そのデジタルな。デジタル、そう、うん、はいはい、仮想通貨で買える。今その要はデジタルの、例えばじゃあ何かの画像とか、うん、絵とか、そうそうそう、アートとかを買うわけですよね。そう、売って、うん、でその所有権を買った人が持てるっていう、ね、うん、それを、波多野さんの売り出したんですよね。そう、売り出して、その利益がおいくらだったんですか。7分間で完売して、はい、1万、あ、じゃあ1億6000万円。7分で1億6000万を稼ぐ女。そう、あらららら。だけど、うん、私の手元に1銭も入ってこないっていう、ね、私にはそんな入ってないんで。そう、みんななんかね、あの、ツイッターとかで1億稼いでると思って、はい、税金ちゃんとしてくださいみたいな。うるせえバカ野郎って話だよな。大きなお世話だってな。そうだよ、そんなね、稼いでたらこんなとこでパチンコ打ってないですから。全部打つよね、いっぺんに。なんか気持ちいいしな。全部やりますよ。ハタノが一番知られてる、まあ日本以外で知られ、うん、一番知られてるのは中国。ね、台湾。台湾なんだ。いただきます。台湾は、普通の清涼飲料水のコマーシャルもやってんの？やったことあって。マジかよ。そう、だから一時期やったセブンイレブンに並んでました。すげえな。そう、意外とすごいんですよ。いや、知ってるよ。だって世界のハタノだろ。そう、なんかいつも扱いひどいから。なんか嫌いなのかなって。いや、あれだよな、台湾さ、パイナップルケーキぐらいしか知らないからよ。台湾の人に謝ってください。一回行くよ俺、マネージャーで。え、来ます？あ、怖いな。え、なんで行きましょうよ。で、なんか夜はキャバクラみたいなとこ行って、で、なんかあっちのキャバクラみたいなとこ行って、なんか大きいカラオケボックスみたいなところに女の子大量に入れるんですよ。ほうほう。で、好きな子選べる。好きな子を選んで、選んだ子と一緒に歌ったりするわけ。あ、そうそう、あとね、お持ち帰りできる。マジで、うん、それは行くよ。あら、まあね、クリアな子たくさんいても、またのより綺麗な子がいるかどうかだよね。あー、え、私選びます。じゃあ、そりゃもう世の男性はみんな浅野さんなんてなるんじゃないですか。いいんですか、魚拓さん選んでくれるんだったら。
もう夜のサービス頑張ってやるけど夜のサービス、そう頑張る。何がいい、何が地上系あ、何でもなってくるんですね。私は何でもできるから。一番得意なのは何ですか。ね、お尻の穴を攻めるあ、俺それ誰かに聞いた。え、誰、ヘビやん。女子だけで飲んだのに、うん、なんかいきなり水かなんかペッてやられたって。あ、毒斬りだ。さあ、そうそうそう、何それ。え、なんかお酒飲んで酔っ払って、うん、毒斬りという名の唾を吹きかけるで、それ、言葉次第によっちゃ喧嘩になりますけどね酔ってようが何でやろうが、ね、唾をペッてやったらなんか結構何人かにやってきたんですけど、はいはい、なんかみんな喜んでる最終的にね。いやでも魚拓さん喜ぶと思う。あ、そうですか、うん、それで分かるもんなんですか。分かる分かる、なんかこの人喜びそうだなって分かるもん。まあ、うん、それはいろんな男性を見てきたじゃないですか。うん、なんとなく分かるもんなんですか。こういう人はこういうタイプだろうな、初対面で。分かる分かる分かります。分かる。でもたまになんかそういう風に見えなくて掘っていくと、なんか結構ヤバいやつとかいるから掘っていくことでいい風に変わった人はいない。あ、いる、結構いる。あ、いるってことは、うん、あんま分かんねえってことじゃん、ねね、それいい方にも悪い方にも結構いるって言うんだったらおめえねえ、パッと見ちゃ分かんねえって話になるじゃねえかよ当たる雰囲気ねえだろ。ないないない、マジで何でだろう。なんでだろう、なんだろう、今日ちょっと。あ、でもいやでも、あ、ダメだよ、これダメだよ。いやいや、ここで当てるのがグタクさんでしょ。いやいや、これは無理だよ、これは、これは難しいぞ。いや、これで当てたらかっこいいないや、もう普通にされて終わっちゃう畑の家は美人姉妹に有名だったうん、なんかみんな美人、あ、私も含めですけど。で、うち昔貧乏だったんで、すごい狭い借家に住んでたんですけど、なんかもう狭くてみんなぎゅうぎゅうで5人家族だから、そう、でそこで暮らしてたのになんか泥棒入っちゃってねえ、ね、取られるもんあるの。あるあるある。何取られたの。なんかお金取られた。お金、貧乏なのにお金取られた。もう、ね、何もそこに入んなくてもよ。そうだよ、そうだよ、ひどい。だって私、スーパーのレジの下とか見て小銭かき集めてた人ですよ。めちゃめちゃかわいそう。当てていい。当てた、当てて、当てたい。たくさん出し、うん、もうそんな家族。俺それ初耳だわ。そう、言ったことないもんだって。初めて。なんか私がさ、お金持ってるみたいな感じでみんな思ってるだろうけど、もともと貧乏で自販機の下とか小銭集めたりとか、ね、あの、うん、もうしょうがないんだよな。お金がないんだから。そう、ないから、うん、ありそうなところをこう見るだってことだよな。そう、うん、それで駄菓子買って近所の駄菓子屋さん待って、自販機の下にコロコロっていっちゃった10円とか20円で駄菓子を買うわけだ。そうで、たまにね、お釣りのところとかにも入ってる。ああ、なるほどね。で、公園で芝生の上で500円玉見つけたときは大喜び。それは どうしたの、500円は。駄菓子買った。え、それは自分の分だけ。あ、あ、金だ金だ。おい、やっぱ今そんな話したらダイも反応しますよ。それは反応しますよ。え、だって貧乏だもん。いやだ、昔な、もっと言え、もっと言え。私貧乏だったって。私貧乏だからお金稼がなきゃいけないの。ね、家族にもお金をね、送んなきゃいけない。お願い。いや、それパチンコの神様俺いると思うぜ。いるよ、いるよ。で、さすがにそれ聞いたら当てないわけにはいかないよ。いや、そうだ、優しいもんだって。パチンコ代も優しいから。じゃないとどっかのなんか隙間見てお金拾うよ。またレースマイス、お願い。お金欲しい。いや、もうね、これはもういい。当たんなきゃダメだよ、本当に。お願い。いや、
はい、正規金で、はい、青やっと紫、これ大丈夫か、お前大丈夫か、お願い、ね、大丈夫かよ、お金いるの、あ、いくよな、そりゃそうだよ、よかった、よしよし、こっからだよ、こっからだよ、こっから初めて発展したね、お願い、おー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 、これなんか良さそう、ハルト製の獣、むしゃくしゃ熱いやつだよ、ほう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 、はい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 、見れば出現、いや金ゼリフで金ライトアップ、金金金金金金、あー赤か、ただこれだけでも十分熱いっぽいですよ、お願い、わあ、俺が、おお、どうなんですかこれ、赤い方の覚醒だね、赤い方の覚醒、金じゃなくて赤い方の覚醒だけど、いやこれ10万ある、10万ある、10万あるでしょ、お願い、もう戻りたくないの、あの時にお願い、お願いします、このショッキングな気持ちを当たりに吹き飛ばしてほしい、いや当たって上はちょっと微妙かも、さあどうでしょう、大丈夫大丈夫大丈夫よ大丈夫大丈夫よ、お願い、はい、なんか大丈夫、おい、やったー、やっぱ神様はいるね、いるね、よかった、ありがとう、ありがとう、ありがとう、もう小銭拾わなくていいよ、ありがとう、おお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 お